いやまあでも給料そろそろ上がんないと、うん、ちょっと辞めることも選択肢。俺はもう上がっていい、いい人材だもん。いや、そんな、とある職人と1000円の差はな。お前もでも、あれだな、ボルダー講師、動画になってないけど。前の動画で喋ってたんですよ、触りを。クリーンになってます。はクリーン。うん。なんか、ここまで話したら、クリーンになってるんですけど。ああ、その、登録、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。22万インターコラボでやらせてもらって、俺、告白しています。25万人。ちょっと言ったわ。いや、言いましょう。いや、言ってないです。あの、あれか、チラッとなんかそういう話は。ジャブって言ったら。たぶん、翔さんが動画を見ると思う。見てると思う。見てる。あ、公開された？公開されてます。動画見て、お前すごいな。ああ。だからお前ら来とったんだ、動画で。俺はもう上がっていい、いい人材だみたいな。いや、そんな、そんな大きくは言ってないですよ。とある職人と1000円の差はなーって。誰レイ君。ああそういうことな。レイと1000円はきついな。はい。でもなんかレイも戻ってくるらしいじゃん。そうなんですか。もう全然。あいついくらだ。あいつらもらいすぎなんじゃない。いくらって言っていいですか。切る。ピーピー入れます。まあいいよ。そうなの。お金どうなったんですか。僕の下なんで。お前いくら。ドバテやで別。別で。あいつ。25です。あ25です。彼女がおらんじゃん。彼女がおらんできるようになっちゃう。マジか。まあまあ、まあ俺は上がると思うけど、お前結構しっかりしろよ。どうなの行く行ってみるよ、マジで。知らんぞ、俺。キロ。知らんぞはちょっとまずいっすよ。いや、本当に行く？まあ、このタイミングでしかこういう話言いづらいけど。4月、10月なんです、違う。で、今俺、ジムに言われたんだ。職人。で、俺止めたんだ、お前の。あ、ちょっと待って。竹もなんか、あげていいんじゃないかと思って。あいついくらなのプチ。もうわからない。嘘つくな、お前絶対知っとんだろ。いや、でも、僕より上ってのは。いや、絶対知ってる。いくら上なの金額まで知らないです。だってあいつも入ってるよ、みたいな。僕もちょっと前、ちょうどいますよ。かもしれない。巻き込む。巻き込むか、一人。まず一人。やばくなったら巻き込む。すごいな、うまい、でもうまいっす。やり口がすごいわ。お前もでも、あれだな、問題起こして、動画になってないけど、問題、もう解決。それ、多分前の動画で喋ってたんですよ、触りは。うん、すごいっすよ、コメント欄。不倫になってます。は不倫じゃねえって誰だ。不倫ってお前、不倫ってお前、結婚したりするってことだろ。こいつ、だんだん、読めねえのよ、お前。違う、もう不倫、手出したほうが。ああ、どういう、あ、そういうこと、そんな別に問題じゃねえ。僕らじゃ、そんな仕事のことじゃねえ。それが一番コメント欄多いよね。クリーン？はい。そんなことで怒るわけねえだろ、視聴者。コメント欄結構見たんですよ。いやいや、それはいかんことだけど、別に。クリーン薬物とか。ああ、薬物な。オライルさんな。そういうことじゃないから。だらしないがけ。はい。喋る。普通に喋る。なんか岡部が給料交渉したいだって。すごい立場、なんか言える立場になったそれコメント欄めちゃくちゃ難しい。不倫じゃねえかとか学生じゃねえかって。あ、誰がおんの？ショー、それ誰がおんの？これ最後みたいな。あ、それいい。なんか岡部の話だ。どうする？腰でやろう？いや、まあ、座りましょうか。席外そう。いや、いいよ、全然いいよ。別に大丈夫。給料上げてほしいらしいよ、こいつ。もう納得できんで。社長、ついてきてくださいって。そうそうそう。小言言ってた。どうする？お手伝った方がいいか。お前、自分一人で話す。お前一人で話す。シェイシェイ。いやー、毎回行ってみたい。俺でも感触をぶっちゃけ聞いとるから。感触ですか？まあ、もういいや、もうそう、まあ、女じゃねえんだもんね。パッパッていいや。そう、僕が今、はい、2年ぐらいですけど、そろそろ給料が取れたらしい。
中井さん協力した？あ、したんです。2年経ったから。いや、まあ、時期が過ぎたりしないと思うんですけど。時期が過ぎてたのに、2年経って何変わったの？何？トラックできるようになった。トラックは誰でもできるよ。うん、ダメでしょ。はい、こっちだぞ。あれだ、いろいろ問題起こしたじゃん。デレンジュしろしい。知っとる？俺の見た。で、なんか、俺、なんか現場で、まあ、問題起こして、ちょうど終わるんだ。もうそろそろ終わるんだ。手使ったりするやん。あ、そうっす。大問題だよな。不倫とかそんなんじゃないもう。不倫か覚醒剤かなんかなとか。いや、ほんと飛ぶところだと思いました。正直思いました。やろう。いいの止まったんだよ。わかった。戻ってくるとは思う。なんだかんだ戻ってくるんだろうなと。一回飛んで。先生、どっちか先生、つり関係ねえって。なんか言ってるで合わせてみたいな。いや、考えてねえだろ、お前。一回飛んで、行った先で、また不満を持って、こっちに戻ってくるのかなっていう感じ。だ飛ぶと思ったんだろ、一瞬。あ、一回は飛ぶかな。そんなにいい会社じゃないじゃん。飛んで戻ってくるような。そうっすね、でお前。そうっすね、じゃん。下を引くのは。あれ普通は戻らないですよ。この会社だから。メールは使うから。まだ戻ってくるんですか？飛んだのじゃん。メールは使うんですよ。俺らプリン、ピンクちゃんでしょ。はい、昨日です。え、おととい電話したんですよ。じゃあ、お前電話、なんか。着信残したんですけど。ゲームなんか電話かけたけど、ゲーム。前ら二人もう本当にだけねえさ。ミッキーの社員ってね。そういう動画になっちゃった。主人公ってことだけど、主人公何今上げてほしいって。はい。まあ。時期が時期じゃなくても。なんかできるようになったらいいけどな。おかしい。結構痛いとこっすね。お前ネタできるなってよ。お前真剣に言えよ。何？いや、まあでも給料そろそろ上がんないと、うん、ちょっと辞めることも選択肢と言えようかな。お前お前それはいかんだろ。お前お前めちゃくちゃ悪いやつやな。こう使ってるんじゃん。言っちゃけど、まあ、レイと千円差っていうのはかわいそうかなと思った。言っちゃけど。あ、そうか。でも2年やってるから、まあ、そうっすね。ただあ、まあ、トラックの免許乗れるぐらいなんで、うん、まあ、仕事、仕事はやる気は、あ、やる気ある、やる気はそれはあるんですけど。いや、ないってこいつ。意外になって。それ思い出してきた。全部俺現場で思い出さなかったけど。健太がだいぶボロカスに取ったの。思い出してきた。いやー、いい加減だ、こいつは、仕事は。じゃあ、ちょっとそういうとこもあるんだろう。あります。自分で分かったの、僕に。いや、分かってるだろう。小田井君何現場後まで行って問題ない。そうですね。何、例えば汚いとか。いや、なんか俺思い出してきたわ。なんかこれ本当にネタじゃない。マジであげてやろうかなと思ったけど、俺もそっちの方向で押したほうがあったけど。お前そうだな。またここまで言っていいか分からんけど。いや、いい加減じゃない。そのもうぶつけて金かかったことはまあいいや。それじゃないよ。視聴者の皆さんもそれじゃないよ。問題起こしたほうが。だけど、そういういい加減さが、なんか。だいぶ顔色ちょっと険しくなってきた。攻められる動画かなと思った。いや、でも急にアップってことはもうそういうことやな。お前の評価は今ここでネタだでしたからな。しっかりいくら上げてほしいんですか？
ベスト。そう、聞きたいな。そうですね。なんか自分が考えてる。ベスト、うん、ベストは2000。9年間は2000やな。あ、ともねえぞ、これ。ベストですね。それはベスト。ベスト、これ。はい、カットするピーンだよね、はい、手の動きと、あ、いいんだよ、隠してるんです、ね、隠してるんですか、いや、でもちょっと出してほしくないですね、なんで、え、いや、じゃないですか、給料出てる、給料どんな給料言ったのかじゃん全然言えるよ、俺そんなことです、恥ずかしい、すみませんそう、そんなあんなことやんだろ、そんなこと恥ずかしいんだったらお前、それはお前違うだろ、お前。何で動いたりとんの、お前。じゃあ、それは違うだろ、お前。そう、なんて、そんなことお前恥ずかしいと思う男が。いや、そんなこと。え、それは何、周りの目を気にしたの。いや、普通に全国ネットで給料言いたくないなって。誰にも関係あるの、誰にも関係あるの、誰にも関係ない。こいつぐらいなんだって。あ、そういうアンケートもあったんですよ。で、ベストは2000円で。ベストじゃなかった…いや、すごい言ったらなんか…いや、言うじゃん、言えよ、まあ、男だったら言えよ1500円500円刻まない普通は刻まないです資格とかで500円刻むことはあるけど…でかいから500円でも、だって普通のサラリーマン行ったら500円でも20日でも1万円だよ僕ちなみに250円刻まれたことあります。はい。8000円スタートで8250円になったことあります。いや本当にあります。これ塗装ペンキ塗ってる。あのほんまに現場初めてやった時。俺でも最初に言ってお前何ができるんだよな。まあ、今後なんだよな。まあ、2000円で欲しかったの。2000円でもそう。じゃだけどもそれぐらい決まってるんじゃん。ガチの提案していいですか、うん、一緒に足場班チャンネル、うん、TikTok 頑張ろうよ。お前なんかそのなんか、うん、夜の深夜番組みたいな一緒に頑張ろうよ。やっぱ足場班のいや本当のこと言ったのに。いやガチっすよ。いやすいませんよほんまに今ちょっとひらめいたんですけど僕毎回なんかやるとき、ショーク言うて電話してるんで、それを窓口を岡部くんがやってくれたら、めっちゃやりやすいと思うんです、僕としては。それ、ただ、俺、生産がやりやすくなるだけではないんですよ。いや、企画考えてくれて。はい、すいません。すいません。まあでも正直、まあ、ケンタロウくんと岡部はちょっと、あげたいなと思ってたんで。ケンタロウくん、はい、まずあいつもチャンスだよね。まずですね。いやあいつは上がっとったんですけど、健太郎くんたちもずっと上がってなかったんで。あいつ上げたの。俺が勝ちになりそうです。何もできるね。これからさ。今からか。もうちょっと丁寧に意識します。1250円やるんで1250円です。500円せめて1500円分で動きするんで1500円分です。1500円、最後はお前決める。あまあ、ここはいいと思うんですけど、現場でじゃあ、不適作用のやめる、直せよ。
誰に向けてちょっと怒ったら人喋るんですそういうとこあるやん、これちょっと偏屈だもんな寝れるかな、はい、もう本当そこ直しながらやってたわ、はい、ありがとうございますあざんてもう終わるんだろ、あれあと2ヶ月です、ね、終わってから、はい、でもう一回4月に査定して下げるから下げるから5倍かそれを見せることでお前ちょっと今じゃ、まあ、1000円は妥当かなって感じなんだろう、はい、みんな横見るじゃん、営業もそうじゃん、誰がこんだけやってるで、まあ、俺これぐらいでいいかなって仕事するじゃん、大体1人2円ってな、自分を追い込まんじゃん、どれこそ自分を追い込めるとは竹を進んですげーよかって、はい、本日公開給料アップ交渉、これがリアルですね、あこれ本当リアルだな、ガチリアルっす、お前のなんかさっきのなんか何言った YouTube と TikTok 足場班の担当してくれと、やってくれよ、一緒に企画考えたりとか撮影僕がいないときちょっと面白いなと思ったら撮ってほしいよっていうのを提案しようと思ったんですけど、いいよそれ別に、はい、自信ないですね、自信ないですね、やりますありがとうございますいいか、はい、もうそれや安いかな、だから安いから聞けて、だからあれもお前のお客さんだと思って行動しろよ、はい、いやお願いしましたけど無事気が、はい、負けたのもアップ、はい、チャンネル登録もうすぐ22万人、はい、です、ぜひ登録よろしくお願いします、お願いします、お願いします、22万人いたら僕は、ね、やらかしたこと俺告白するわ、25万人いたら岡部の嫌味全て公開します、はい、深いよめちゃくちゃ深いよ、まあその頃には笑い話にできるんじゃないですか、ほんとに25万人やったら、いやこいつが成長したら笑い話、はい、せーの、見てねー見てねー、はい、ありがとうございます。